じゃあちょっと今回もクエストやっていきましょうか。どんどうどろどろ、ん？どんどうどんどん煮込む音。かすみやで聞いた神社の隣の屋敷が、どんどうどんどうと何か煮込む音がずっと聞こえて不気味でしょうがない。誰かしもべたら突き止めてくれないかって革命があるけど、この場所。なんかね、正則の家の近くにいるらしいんだよね、こいつ。どんどろといえばもうね、無間地獄のあいつだよな。もしかしたらね、なんか仲間になってくれる可能性も十分あるからね。いや、ちょっと楽しみだな。いや、確かガチャとかで出てきてたはずなんだから、多分、間違いならないんだろうけど、まあ、単純になんかドンドローがね、この4のこの高画質で見れるっていうのはかなり、あれですね、その無限地獄でね、どんどんに苦しめられてきた自分としては、かなり見てみたいですよね。姫あやちゃんずっとここにいてね、足疲れちゃうよ。みんな聞いてもバサスっていうのができたんでしょ？すごいね、正義のヒーローみたい。妖怪立てた。ゴー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 だね。ゴーゴーだね。ゴー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 だ。怪しい場所はありましたね。こっち？おばばの方か。おばばか？こっちか。ん？あ、反対側か。もうね、あ、め 反対側かよ。ちょっと、後ろ取られたな。ちょっと背後取られてしまったな。あ、やばい、もうポケモン さっきもちょっとポケモンやってたから、この左スティックを押しちゃうわ ダッシュが。ダッシュボタンが。これ B ボタンね。こっちね。ん？こっちか？どっちだ？あ、こっちか。ええー、あ、このとこにおるんやな。あ、違う、やばいやばいやばい。最近、妖怪情報が出たんだけど、バレちゃうよ。いた、どんどろ。どんどんやっぱ、あれだね。ここの、普通に妖怪として出てくるどんどろは結構小さいんだよな。ちょっと可愛いよね。グロ可愛いみたいな。ドローン。どうしたの、この妖怪。元気はなさそうだね。なんか足パタパタさせてね。めっちゃ元気って感じするけどな。おばばさんに聞いてみよう。何か知ってるかもしれない。あ、おばばさん、いつも通り、奇抜なファッションしてますね。これはドンドロじゃな。おばばは知ってんのか？あ、知ってるとも。ドンドロとは古来より伝わる巨大な釜の妖怪じゃ。大きな戦いが起こった時、戦場で散った妖怪たちの魂が集まり、生まれると言われておる。あ、そんな、あれ？そんな要素あったっけ？覚えてねえわ。じゃがドンドロは古の妖怪。時代とともに徐々に力が失われているようじゃの。でも、青龍とかもなんか役目を置いてね、死んだりとかしてたからな。弱った体を休ませるためにこの屋敷に流れ着いたんじゃど。なるほどな。みんなかわいそう。なんとかならないの？生む方法はなくはないんじゃが。仕方がない。お主たちにこれをやろう。なんすか。力ずくで死者を出すっていう、ちょっと見せれないものが。どんどんの作り方。レシピやとかあるんですか。なんだこのボーボーの紙切れ。そういえば、どんどんの作り方を記した古い書物じゃ。要するに説明書みたいなもんじゃど。取説が。ここに抱えた通りのものを釜に入れて煮込めば、あるいはどんどん復活するかもしれん。どんどろは作れたのか。一貫に違うどんどろやな。なんであるんじゃない、こういうの。ただし、扱いには十分気をつけることじゃ。どんどろとは、たくさんの魂が混ざり合っている不安定な存在。そこにまた何かを加えるとなると、そんなこと、どんなことが起きるのか、わしにもわからん。調合率は低めってことか。まして説明書を無視して好き勝手に物を入れるなど絶対にやってはならんぞ。赤字で引いてますけど、線引いてますけど。良いか。絶対に説明書通りに作るんじゃぞ。絶対にね、絶対に。肝に銘じておきます。いや、うなってられる。ドリフじゃねえんだから。ダチョウクラブじゃないんだから、そういうの良くないよ。これは何を、どこでつけばいいんだ、これは。メイドどんどろ作ろう。あいつに話しかけば何とかなんのかな。とにかくもう一度、どんどん調べてみよう。ありがとうね、セイバー君。どうぞーん。よし、早速説明書を見てみよう。ねえ、初めにやることは、妖怪の子の代わりとして、こけしを3個ほど与える。銀でできているものが望ましい。銀のこけしか。何をあげようかな。銀のこけし3個だろう。まあ、そりゃそうだろうな。持ってるかな。銀のこけし3個手を出した。これ持ってないとさ、ストーリー進まないのかな。ドル。金のこけしにはなんか人の魂宿ってるとこかな。ちょっと怖いけど。ドンドロドー。お、ポン。できたのかな。上手にでき、古びたコイン。お、銀のこけしが、古びたコインに。嘘だろ。釜の中から何か出てきた。世界足、もらっちゃおったわ。古いコイン。そういえば今回ガシャ回してねえな。さて、次にやることは何かな。もう一回話しかければいいのかな。ドロン、ドローン。ちょっとだけ元気が出てきたね。さて、次にやることは何、何？魂のお供え物として甘い焼き菓子を3個与える。焼き菓子か、たい焼きとかな。何をあげようかな。焼き菓子でしょ。あ、絶対違うやつ出てきたな。では、大判焼き3つ渡しとくか。大判焼きを3個手渡したと。いいですね。俺、大判焼き3つ持ってたかな。どろ。これな、次ガシャコインかな。ポン。
どういうこと？おお、すげえ。へえ、すげえ、なんか、もう、わらしべ長者だの、もう頂点だよな。川の中から何か出てきた。すがくじま、ちょっと。ありがとね、ほんどんどさん。さて、次やることは何かな？ありがてえな、どんどろさん。ちょっと、ドローン、ドローン。ますます元気が出てきたね。さて、次やることは何、何と。山盛りの極上の肉を、霜降り肉じゃない、これ。あれ？霜降り牛肉なんだっけ。何をあげようかな。一番いいな、やだよね、多分。霜降り特選すき焼き。あげちゃう、あげちゃう。ともたけ、あげても、あ、マジか、ドローン。待って、なんだっけ、山盛りの極上の肉。山盛りだからね。ブリの切り身じゃねえもんな。牛タン。やっぱすき焼きだよな。霜降り特選すき焼きか。やっぱ、大判焼き3つ持ってたんやな。そっちに驚きだわ。じゃあちょっと、どこで売ってたかな。妖魔界行ってみるか。確か過去の妖魔界でね、売ってた気す、あ、違う違う、妖魔界、妖魔界でも過去だよ、過去。あー、スカイシャリマンいる、話しかけて。多分別のクエスト始まりそうだからな。わくしもですや。ここだっけ、すき焼き。なんかいっぱいあった気がするんだよな。極上握り、極上天ぷら。霜降り特選すき焼き？これ、ダメ ?2 個だ。これ5個でしょ？だって。柔らかいお肉。マジか、あいつ、どんどんマジで言ってんの？ちょっとこれ、あれだな。時間かけてやるクエストかもしれないな。一回ちょっとドンドロ、お前パスだ。お前ちょっと、すき焼きはちょっと無理があるぜ。すき焼きはちょっと無理があるよ。牛タンじゃねえもんな、絶対。じゃあちょっと先にこっちやっていいかな。ちょっと待ってね。確かクエスト、スカイシャリマンのやつあったっけ？これだこれだ。新時代のヒーロー爆誕。こっち先にやろうか。こっち先にやって、まぁ、ちょっとお金がね、そもそも5個買えるようなお金してないから、まぁ、別のクエストでちょっと地道にお金稼ぎながら、どんどんクエストやっていきましょうか。スカイシャリマンだ。私の名はスカイシャリマン。妖魔界守る正義の妖怪ヒーローだ。かっこいいよな、スカイシャリマン。君たちの活躍の噂、妖魔界まで届いているぞ。過去も未来も救っちゃいましたからね。悪しき者をくじくため、時代も過去も世界も超えて戦う人間と妖怪の混成チームだと。私たちってそんなに有名になってるんだ。あれだ、アッセンブルみたいな感じよね。そんな君たちに折り入ってお願いがあるのだ。ぜひ聞いてくれないか。まあ、ヒーローの頼みとあればね、英雄のマントもらえちゃうらしいからね。いいけどお願いって。君たちのチームである彼とぜひ一度バトルしてみたいんだ。彼。誰のことかな。でも絶対に友達になってるやつだから、でも、まさのりかな。弱き者のために戦う正義のヒーロー。全身体質で、え？ミッチーもしかして、ムキムキマッチョの回だ。名前はなんだっけな。誰のことを言ってんだろう。もしわかったら、また話しかけてみよう。あいつでも、前もまあ、終盤は役目なくなっちゃったけど、まあかなり長いスパンで、俺たちと一緒に戦ってたからな。これチームに入れなくても大丈夫かな。ムキムキマッチョの回だ。名前忘れてしまったら、もし知っていたら教えてくれないか。まあ、ウィスパーは耐えつじゃねえし、ジバニャンは耐えつして。あ、まさのりあった選択肢に。嘘。まあ、全身立つといえばあいつだよな。もしかして、ミッチーのこと？そう、そう名前だ。まさのりじゃなくてよかった。あいつだったら、スカイシャリマンに肌に風穴開けられちゃうもんな。誰が呼んだか知らないが、人は彼をこう呼んだ。解決超人ミッチーと。多分噂が一人歩きしてるだけだと思いますよ。そっちの名前で広まってるんだ。お願いというのは他でもない。ぜひ一度私とバトルをしてほしい。海外超人ミッチーとその仲間たち。噂の君たちの力をこの目で見てみたいのだ。じゃああれかな、チームにミッチー入れてやる感じかな。バトル？正義の妖怪ヒューと戦うなんて大丈夫かな。何心配はない。スポーツみたいなものだと思って気楽にやってくれ。ちゃんと手抜いてくれんだ、おなつかシャイマンさんよ。チームができたら私に声をかけてほしい。飛んだぞ。まあお前、まあ手抜いてくれるんだったらありがてえな。よし、間違えたぞ。私はバトルする準備できたか。あ、ミッチー別に仲間いなくても大丈夫なんだ。まあお願いします。うん、準備できたよ。本気でいいからね、スカイシャイマン。素晴らしいその気だ。では私も全力で行かしてもらう。全力。手抜いてくれるんじゃねえのか。スポーツみたいなもんって思ってくれるんじゃないの。スカイシャリマンすげえ強い妖怪だと思うんですけどね、あなた。あとかなり3だと上級要求だった気がする。おお、ミッチー。ミッチー、お前お呼びかかってたからな。悔いのないように戦ってくれよ。お前ももしかしたらこのヒーロー妖怪の一員になるかもしれないからね。いや、もうここはちょっと1回メンバー変えとこうか。今ね、ちょっと、サブにいる妖怪のレベルがあんま高くないから、このレベル上げるって意味でも、ちょっとセイバー君に、ちょっと火力で押し潰してほしいね。さあ、お願いします。もうね、この鬼の手の力で、もう一つは世界を救ったと言っても過言じゃねえかな。うん。この手あるなしでね、だいぶ、あれですよ、もう、この戦いのスムーズさが全然ちゃうからね。
なんか、光ってるよ、目に。爆破するぞ、スカイシャリマンが。スカイシャリマン爆破するぞ。オッケー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 。やっぱ数の暴力にはやっぱりかなわないってことだよね。4対、いや、あれだ、ミッチもいるから5対1だ。半端ねえな。5対1は、そりゃ勝てへんわ。うん。よ、スカイシャリマン頑張ったな。これが本当の、これがスポーツか。私の目が狂いうちは、ソーセコさんに手出しをさせない。さすがソーセコに、あれだな、来ただけあるな。シャキーン。素晴らしい。お、これももしかしてスカウトの、じゃないこれも。その強さ、そのムキムキ具合、正義の心と全身タイツ。君の力は本望だ。全身タイツ大事よね、確かに。ミッシー君、もし君が良ければ、我がヒーローチームに入ってくれないか。な、ええことやん。なんですとーこれはモテモテやで。創世校もしかしたら振り向くかもしれないからな。君の近くがやば100人力だ。私と共に妖怪ヒーローとして妖魔界の平和を持ってほしい。よかったじゃん、ミッチー。はいな。ヒーローに憧れて、人型スタイルで努力すること30年。それ言っちゃうんだ。本当はあれ、三つ股の主なのね、妖怪の方がメインなのかな。まさかこんな形で妖怪ヒーローからスカウトされるとは？これは俺たちと一緒に、しかし私には創世子さんが守る使命が、一体私はどうすればいいのだ。創世子さんはやっと重荷が一つ解けたみたいな感じで、ミッチーありがたく温かい目で。いいじゃん、ヒーローチームに入っちゃうね。別に私は困らないし、ひでえな。さらっとひどい。よし、そうと決めれば早速任務だぞ、ミッチーくん。先ほど、タコツボ前で妖怪ワウノリンが女性を育てると連絡が入った。ワウノリン今仲間にいますけど、呼びましょうか。話進んでるし。まあでもいいじゃないか。おそらくバトルになろうが、これはミチークのさらなる力を確かめる目的もある。私は先に現場に向かっている。君たちも急ぎ来てくれたまえ。そうです、なんかエンディングのそのスクロールでなんか妖怪のドット絵があったけどさ、なんかミッチーのドット絵がなんかマントをつけた姿に変わってたんだよな。もしかして英雄のマントってあれかな、ミッチー専用装備みたいな感じなのかな。ちょっとそこも気になるとこもあるからね。ちょっとこのクエストは行きましょうか。ワデノニンを倒しに行こう。ワデノリンか。なんかワデノリンってすげえ悪いやつっていうイメージあるけどさ。なんかかなりなんかスリーやとね、そのなんかいいところもあるよみたいな感じで終わった気がするんだよな。ここか？あ、いましたね。上かな？上かな？こっち？あれどこや？ワデノリンどこ行ったん？あ、こっちか。あ、いた。あ、サキちゃんだ、サキちゃん。サキちゃん。ワウのやつ、また私にちょかい出そうってのか。またこういうなやつだね。あんた、スカイシャイマンに雇われた死人なんだってね。私の前にいるのが噂ワウのにだよ。こいつを追い払うのがあんたの初仕事さ。頑張りな。俺たちがやるんですか？私たちがやるんですか？ワウのにいつもサキちゃんだな。なんだお前だ、僕ちゃん今超忙しいのよ。あんたが女性を襲って妖怪ワウのにね、かけ長寿ミチがあんた許さねえんだから。ノリノリやね、ソセコちゃん。でもサキちゃんメインなんだよな、女性というよりは。今なんか違う気がする。もう一回やっていい？正義の味方を言うつもりなら、ちゃんと制服見てから来いよ。まあ、いいや、僕ちゃんとバトルしたいんだろ。いつも受けて立つぜ。え、ちょっと他のさ、やつへの、申し訳ない。準備してからね。わかったわかった。待っててやるから、好きだけ準備してこい。ああ、僕ちゃんって、ほんと真面目なやつだな。真面目なやつは女性を襲ったりしねえんだよ。そうせきこちゃんやと、ちょっとやっぱ、制服が締まないのかな。他のや、これもちょっと、マキちゃんのちょっと恥ずかしながらのセリフ聞きたくない？聞きたくない？なんだお前ら、僕ちゃん今超忙しいのよ。あなたが女性を襲って妖怪ワウノリンね。かけちょうちんミチがあなたを許せないんだから。今なんか違う気がする。もう一回やっていい？正義の味方がつまんな。ちゃんとセリフ決めてからこういうよ。ああ、じゃあこれであれか。ちょっとメンバー変えてみんなのやつ聞くか。ちょっと。6人分聞こうぜ、セリフを。よし。まあ一番とこやっぱ一番堂々はやっぱマキちゃんだよな。まさにちょっとギャグ枠だから、ちょっと今のうちにちょっと決めとくか。かっこよさをちょっとセイバー君。なんだお前今チョイス。お前が女性を襲っている妖怪ワウノリンだな。海外超人ミッチーがお前許さないぜ。いや、たはは。やっぱあれか、みんなちょっとバラバラなんやな。じゃあちょっとまあみんな聞こうぜ、ちゃんと。じゃあ、リチギにみんな聞いていこうぜ。じゃあちょっとお前次、アンノ監督。まあちょっとリチギな。リチギなね、丁寧な挨拶を待ってるぜ。ヒーロー大好きなやだ、アンノ監督。お前が女性を襲って妖怪ワウノリンだな。かけ調子ミチーがお前許さないぞ。なんかみんなセーフ一緒じゃない？違うケース、もう一回やっていい？はい、決めてから来いよ。ごめんな、もう一回。ちょっとワウノリンに申し訳なくなっちゃうな、こんな何回も話しかけて。本当はワウノリンの方が悪いやつなのに。ワウノリンの方が悪いやつなのにさ。ちょっとなんか申し訳なくなっちゃうな。ちょっと最後もやっぱケイダ君にしとこうぜ。セイバ君一番かっこいいんじゃない？超忙しいのよ。お前が女性を襲って悪いんだ。かけ調子ミチーが、お前許さない。
今なんか違う曲、もう一回やっていい？あ、じゃあみんな、ケイタくん、だってフォータくんがさ、こんなびっしりさ、決めれるはずないじゃん。一番島になさそうやもんな。うん、だからまあちょっと、フォータくんには、最後ま、まあまた任せるか、一応ね、妖怪ウォッチの顔みたいなとこありますからね。今ちょい忙しいのよ。お前が女性を襲って妖怪奪うのにいいんだな。かけちょうちみちがお前許さないぞ。今なんか違うくす。もう一回やっていい？じゃあこれやっぱみんな同じセリフなんやな。いつも言ってたぜ。ワノに、でもうち、俺も一応ね、ワノに持ってますから。それじゃあお願いします。よし、行ったな。久しぶりにやりたい方で暴いてよぜ。まあでも腐っても S ランク妖怪やからな。まあまあ、その実力は、お、なんか静かな音楽やな。やっぱなんか、なんだっけな、なんか助手みたいな感じだったっけ、なんかバスターズの。BGM がちょっと無駄にかっこいいぞ。無駄にかっこいいな。じゃあこれ、ヨハラ、波動砲でいこうか。はい、オッケー。連チャンで砲でいきましょう。この砲がね、意外と強いんだよね。じゃあこれでまあ、地道にこっちに削っておいて、あ、ミッチいるし、まだ。お、いいね、石化。あと、あと溶けるのが早いな。石化が溶けるの早かったな。じゃあまあ、ちょっとメンバー交代で、まあ、ちょっとまあセイバーくんの、まあ、せっかくだからここで変化をしていきましょう。あんまりね、どうなんだろう。使ってないやつは、まあ、足だかな。不動明王は結構最後の方でいっぱい使った気がするから、まあ、ちょっとここら辺で使っておきましょうか。はい、オッケー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 。じゃあこれ連打しといて、じゃあ明日だ豪華でもやっていきましょうか。はい、地獄の豪華で灰にしてやるよ。オッケー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 。豪華タク豪華タク。じゃあラスト。必殺技決めましょう。オッケー、石化なっているところパーフェクト、決まった。アシュラちゃん素敵。いい感じで決まったね。ごめんなミッチー、ちょっとアシュラ、ミッチーよりちょっとセイバー君の方がヒーローに向いてるみたいだ。すき焼き弁当か。今ちょうどすき焼き弁当じゃなくてね、なんか極上のなんか2万ぐらいのね、高級なすき焼きの方をちょっとお望みなんですけど、お望みなんでしょ。迷惑かけて悪かったね。またワノのやつに絡まっちゃった。仲いい、仲良さそうだな、サキちゃんとワノで地味に。なんだよ、面白くねえな。ちょっとナンパしただけですぐ超えた。車両の宿、スケートなんか用意しやがって。ボディーガードでってやつよ。どっから連れてきたんだ、このマッチョの全身タイツは。お前マッチョの全身タイツだろうが。タイツなの、これタイツなんだ。素肌やと思ってた。スポンポンやと思ってたわ、ずっとワノに。それにしてもあんたやるじゃない。あたしヒーローなんだってね。うむ、期待の新メンバーだ。等身だけ地味にミッチーなんかスタイルいいよな。だから私は新メンバーではない。なんだよお前、新人ヒーローかよ。だったら最初からそういうなんかもう勝手に風そういう噂が仕方がね。僕ちゃんがヒーローの技っても教えてよか。まずはカメコちゃんを見つけて声をかける方法かだ。あいつは新人ちょっかいかけるんじゃない。また勝手に話で進めてるし、まあこれでそっか、ミッチーこっちの世界でも元気にやれよ。じゃあなミッチー。ねえミッチー、本当にこのチームに入ってみない？え？あ、まあ、なんか、急にシリアス、もしかして。ミチ、ここに来てからずっと大活躍じゃない。きっと、この場所があなたに合ってるのよ。ちょっと待ってください。私は創世子さんをナイトで会って、私なんかナイト、創世子さんちょっと魂胆まで見えだぜ。私なんかナイトを告げているより、このチームに入った方がミチは輝ける。創世子さん、まあでも、本当の本心なのかな。ミチがちょっと自分から離れるように手を打ってるわけじゃねえよな。夢だったんでしょ？頑張れ、ヒード。私は、なるしかないのか。私は、いや、ちょっとここ大事な決断よ。やっぱり、創世さんのナイトでいたーい。今の展開でそうならないでしょ。確かにな。ちょっと一瞬シリアスな雰囲気だったもんな。やだやだ、創世さんと離れたくない。一緒ついていくもん。まあ、それでこそミチーと言うべきか。なんかスタイルだけ良くなって、体はね、頭は体のまま、子供のままってことか。そうか。そこまで言うなら仕方がないな。仲良が良くて何よりさ、邪魔して悪かったね。あ、やばい。俺ら避けられてる。ちょっと引いてる。創世子さん、うん、ずっとダブダブで行きましょう。なんか、シャドウサイドのエンディングのね、なんか、ミッチーのエンディングみたいなやつが YouTube であって、それ見たけど、悲しい、なんか悲しいエンディングやった気がするわ。ちょっと。あ、オッケー、レベルめっちゃ上がるね。目玉ヤンキー。ヤンキーやったな。英雄のマント。これなんだ、ミッチーの専用装備なのかな。サキちゃんとかもちょっと友達に会いたいよな。ワノミとは腐れへんみたいな関係でね。会う時は記録し、会う時は敵対しって感じなのさ。ダークヒーローってやつか。あいつここぞという時のためになるんだけど、普段がどうにもチャラすぎるのが欠点よね。
ずっともうなんか、あれやもんな。ずっとガクガクして、足元ガクガクブドブドやもんな。震えてんのかな。じゃあちょっと英雄のさ、あれ、大トロか。ちょっとすき焼き欲しいんだよな。ずっとなんかあいつヘビメタ聞いてるんかってぐらい、頭グゴンゴンしてたもんな。じゃあ、ちょっとまあ装備アイテムで英雄のマント。あ、別にミッチー専用ってわけじゃねえんだ。あ、つうか、ここら辺のやつ装備しようぜ、せっかくだから。選ばれした言うだけをまとうと言われるマント、一応の職人が腕によりをかけて作った。まあ、これ装備させるでしょう、間違いなく。まあ、目玉ヤンキー、どうなんだろうね。選ばれし目玉ヤンキーにつけとくか。で、まあ、せっかくだから他のちょっと装備、裏の下の方もちょっと見てみるか。猫股のやつすげえ、あれだよな。優遇されてるよな。夜空の魔除け。これいいよな。これいい。夜空の魔除け。魔除けだから、守りだからね。ちょっとどんだけつけててもいい気がするけど。で、まあ、元気な守り。力ちょっと減っちゃうんか。で、魔力とかもね。でもこれ、そっか。あ、でもこれ腕力なんかな。やつ健康の刀ちょっと無駄につけとくか。まあ、こっちの方が合ってるよ。じゃあ、ちょっともう一個だけクエストやっておこうか。次のクエスト。S ランクの投入も、これちょっと、スペシャルコイン手に入るのはね、ちょっと嬉しいけど、ちょっとまだ時間かかりそうだよね。目指せ妖怪国技館。これもあれかな、あれかなんか、これこそあれでしょ、なんか、オープニングで いつも見るお相撲さん出てくるでしょ。って思うんだけどね。できることって、あれかな、クエストだけなのかな。まあ、ちょっとそこら辺は調べながらやっていきたいと思うけど、じゃあ、ピリトロ、これやるか。久しぶりにちょっとクマカンチと、戯れに行くか。久しぶりに行くか。昼の間だから、まあ、ちょうどいいね。あ、そうだ、まあ、せっかくだしさ、なんか、百鬼姫とかとも友達になっておこうか。なんか、出会い系サイトでね、百鬼姫と会えるみたいな。で、なんか、そういう出会い系サイトで、なんか、レアキャラみたいなものは、ちょっとどうかと思うけど。まあ、せっかくなんでね、ちょっと、この百鬼姫とかも仲間にしておきましょうか。クマとカンチどこだったっけな。これか。あ、また間違えちゃった。すげえプラスボタン押しちゃうんだよな。またなんかお前ら喧嘩してんのか。お前ら喧嘩するほど仲がいいって言うけど、あ、なんか血流してない？なんかクマくん血流してない？目から大丈夫？あ、影か、あれ。何に向きになってんの？わさび食べすぎてピーピーしてるんじゃない？ちょっと喧嘩？クマとカンチ一体どうしたの？いつもドーディアで。太田くん、これはあれですよ。喧嘩するほど仲がいいってやつでウィス。でも二人がこんなに怒ってるのあまり見たことないんだけどな。うっせえし、ピリッとワサビーナ。なんだそのふざけた名前は。ワサビーナバカにすんな。だってさ、どう考えて、トロリピザチップ、あ、なんか、うまい、甘党と辛党みたいな。ワサビーナピザチップ、それでおかしな名前だよね。あ、太田ならきっと僕の同じ意見のはず。あ、なんかこれ、片方のお菓子選んだらもう片方持ってこいや、みたいな感じになる。いいにありえねえよ。俺と同じに決まってるし。こうやって首だけこっち向いてるわ。な、フォーター、聞きたいことあるんだけど、いいか？どうせ、どっちがいいみたいな感じやろ。ピートワサビーブ、どっちが美味しいかみたいな感じなんだろうな。お、じゃあちょっと聞いてくれよ。ピートワサビーなんてうまいよな。まあ、うまいよな。わさび味のお菓子なんてありえないし、トーリピザチップの方が美味しいよね。でもなんだろうね、辛いの好きだけど、なんかお菓子に求めるのは甘さって感じするからピザチップかな。うっせえし、絶対ピリピザがうめえだろ。いや、何言ってんの、どう考えてもトロピザ一択らしい。トロピザ好き、やっぱ、いいね。子供の時にこういう喧嘩した、してな、したかったな。キノコ派かタケノコ派でガチで喧嘩したかったわ。それだ、どっちとかお菓子が美味しいかで喧嘩しちゃってみたいですね。ピートワサビーナとトロリピザチップ。どっちかって言ったら、まあでも俺はちょっとピザチップの方がわさび。なんかお菓子でよくね、わさび味ってあるけど、まあで、まあ美味しいけど、やっぱピザチップの方がお菓子としては理想系なんだよな、俺の中では。トロリピザチップ。ほらほら、やっぱりトロピザでしょ？本物のピザみたいな味で美味しいんだよね。でしょ？うっせえし、あれ食べすぎたら脳がカラカラになっちまうんだよ。でもわさびだって辛すぎたら、あ、でも食べすぎたらね、だから辛さがね、ずっと下に残るっつうかね。やっぱ飲み物とあれ、ね、お菓子ってやっぱ飲み物と一緒に飲んで食べてこそだって思うからさ、わさびってね、なんかあまりそういうコーラとかで相性良くない気がするんだよな。ちょっと太田くん、ヒートアップしちゃいましたよ。あ、結局どっち選んでもこうなるのね。少なくて書いても、聞かれたから答えただけだよ。
まあ、じゃあどっちが本当に美味しいか食べ比べて決めようじゃねえか。うん、受けて立つよ。じゃあ僕が買ってくるから。分かった。カンチが持ってきたら大量からしか混ぜてく。すげえ小細工だな。そんなことしないよ。ズースのは熊の方じゃないか。喧嘩すんなって。まあ、お二人とも落ち着いてよ。両方買えばいいという話だ。そうだ、こうなったら、ほうだ、頼むよ。でもなんかお互いの好みの問題っていうのもあるからさ、こういう論争って一生終わんない気がするんだけどな。それで俺が持ってくるってこと？まあ、多いか。持ってくるのは、ピートワサビーナと、トロリピザチップだよ。買ってくれないかな。どっちもね、持ってそうだけどね。うん、わかった。じゃあ二つとも買ってくるよ。まあ、嬉しそう。お菓子を渡すだけで、喧嘩が止むってね、かなり優しい世界だよな。巻き込まれちゃいましたね。それにしても、トゲトゲしすぎでウィス。まあ、いつも通りでいいんじゃない？まあ、子供のうちは喧嘩しとくよ。大人になったらもうなんか喧嘩したら、もう犬猿の仲になってね、そこからどんどん仲違いが起きてって、離れていったりとかするからね。うん、持ってくるのが遅いぞ。どうせ嫌だったんだろう。めんどくせえって思ってたんだろう。もしやねし、帰るよ。渡されても、なんか頑固すぎねえか。トゲトゲすぎて様子が変だよ。もしかして、妖怪に取り憑かれてるのかも。妖怪に取り憑かれてますね、これは。あ、怪しい場所をサーチしようってきてるわ。クマも館長も変だよ。きっと妖怪の仕業だ。ああ、やっぱりね。まあ、そりゃそうだなって。なんでだって妖怪ウォッチですからね。お、なにこの妖怪。あれ？俺見たことねえかもしれない、この妖怪。なんだこの山嵐みたいな。ハリー？トゲ、言葉にトゲがあるってことかな。でも、可愛らしいね、やっぱ。やっぱこれぐらいの可愛らしさが、やっぱ妖怪って感じ、妖怪ウォッチの妖怪って感じですよね。うるせえし、こっち見んなし。ハイネズミの妖怪？見た目は可愛い。俺らもハディだし。あと、可愛い言うなし。なんか、あれやな、喋り方も可愛いし、見た目も可愛いし。これはちょっと、作品さえ違えば、なんか、アニメのマスコットキャラクターの天下取ってたかもな。じゃあ、ハディ、統一くのやめてくれる？うっせえし、何しようが俺らの勝手だし、このトゲトゲの範囲でお前もツンケンさせ合うし、やっぱ言葉にトゲを持たせてたってわけか。やっぱね、なんか、あれですね、表現の仕方一つで、あれですもんね、だいぶ変わりますもんね。あの、相手に対する、相手に伝えるものっていうのも。おはり、ちょっとやっぱさすが、レベル15のスクエストだけあって、かわいそう。かわいそうだな、もうなんか、あまりにもオーバー切りしすぎて、今後のクエストで支障出るんじゃねえかってぐらい。もう喋れないし、みたいな。これハリーとはなんか友達になれたりとかしないのかな？よく考えたらこんなにダメージ与えて友達になってくれなんておこがましいよな。ハリー、熊田館長元に戻して。じゃないと喧嘩が終わんねえよ。うっせえし、俺らに命令すんなし、ちょっと強くやで生きかんじゃねえし。俺もなんか気持ち言葉に溶けついてきた気がするわ。むつつんしちゃっていい。負けたように強がっちゃうんですね。かわいいですね。うぜえし、バカにすんだし、お前なんかツーツーしててキモいし。ツーツーは余計だぜ。誰がキモりゃ、うぜえし、あとこそうぜえし。ウィスファーも統一変えてるな。うわ、もしかしてウィスファーまでツンケンモードになっちゃった？ツンケンってもうわかんねえ。何、ツンツンケンケンってことかな。なんて、冗談でウィス。お、ウィスパー、今までのウィスパーやったらもう圧倒的にね、もうまんまと罠に乗せられるとこやけど、今度は逆に罠をかけるか。私、こう見えてもいじられてキャラでして、キモい程度じゃ、もう決めれませんよ。あれ？ウィスパー大人になったね。いじられキャラって自分で言ってるし、まあ確かにそうなんだけど。まあね、アニメ的にもね。さあ、富士さん、私おじいなら、もっとキレッキレにお願いしますよ。何言ってんだし、うぜえし、この週のわけわかんないし。いいね。相手、なんか変な人に、変な人の相手をするにはもっと自分が変になるっていうのもありますからね。ダメです。全く足りませんよ。もっと私をなじりまくってください。ウィスパーってド M だったんだね。うっせえし、もう知らねえし、勝手にしようし。愛想尽きたし。まったく、おごちゃまですね。まだまだ根性が足りないで、ウィス。ウィスパーこそ大人げないでしょ。あの子、めちゃ引いてたじゃん。まあまあ、フォータ君、それでお二人の様子はどうです？そうだ、これでクマたちもツンケンしなくなってるはず。これでまたツンケンしてるとかかな。まあ、さすがに治ってると思うけどね。なんか、賢者モードみたいな感じで。いや、でも世界っていいよね、みたいな。どっちもいいよね、みたいな。あれ、なんで僕あんなにツンケンしてたんだろう。ああ、そりゃね、まあ、妖怪の仕業ってやつだからな。おう、フォータ、ひでこと言っちまって悪かったな。ああ、結局お菓子買ってことに済んだね。よかったよかった。ごめん、せっかく僕たちが頼んだお菓子を持ってきてくれたのに。え、いいよいいよ、俺は別に気にしてないし。クマも消えちゃってごめん。なんでこんなことで喧嘩してたんだろう。俺の方こそ、つかかってしまうね。好きな味なんて人それぞれだよな。よかった、冷静になってくれて。落ち着いたみたいですね。いつも通りのお二人でウィス。
でもこの世は未だにキノコ派とタケノコ派で論争が続いてるんだよな。クマとカンチみたいに和解してくんねえかな。俺はどっちも欲しいと思うよ。ヒットピーバスもトロピサも。確かにトロリピザチップってチーズの味が濃いのマジでいいよな。いいのわーがけ。そうそう、一口食べただけでチーズの味がふわって広がるんだ。わさびもいいよね。ピートわさびーナがすごいのはさ、わさびが苦手でも食べやすいとこ。まあ確かにね、お菓子だから辛さっていうのは半減以上されてもな。俺がわさび食うようになったのピリワスのおかげなんだよな。あれかなんか肉詰めピーマンみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつって感じなのかな。スナックといえばあれも好きだよ、ラッキービーンってやつ。ラッキー、あー、うん、わかる。かかってて甘い粉が癖になるよね。あー、そういうお菓子好き。すげえ体に悪そうな、太りそうなお菓子めっちゃ好きよ。そうだそうだ、街で売ってるスナックを全部買い占めて食べ比べしようぜ。いいね、なんかお菓子パ菓子パしようぜ、菓子パ。え、スナック買い占め？いや、何言ってるの？ピエー、ニュースアイディア、買っちゃおう買っちゃおう。でも、カンチ君いるから、ちょっと、その財力、自慢の財力を使って、ちょっと我らを、癒してくれ。いえ、お菓子最高、スナックどんどん食べちゃうぜ。すげえな、こいつだ。お菓子のことになったら夢中になるのは変わんないんだな。この感じなんか怪しいです。もしかして、妖怪に取り付けてるのでは？また？確かに言ってること変だけどさ。なんか、ジバには喋れなくなっちゃった。ジバには一切喋れなくなっちゃったよ。いないね。でしょうね。いないでしょうね。なんか、あれ、クマのさ、シャツに Wi-Fi のマークついてるけど、あそこ多分 Wi-Fi のスポットかもしれないな。妖怪いないみたいだけど、本当に取り付かれていないんだ。お二人ともただ単にテンション高いだけみたいですね。好きなことになるとね、おしゃべりが止まんないっていう、まあよくあるやつだよな。よし、じゃあ買いに行くぜ。スナック買い占めだ。おー、レッツゴー。僕たちはもう止まらない。後で親に怒られないようにな。また無駄遣いしちゃって、みたいな。お、すげえ！今の走り方すげえな。物理演算ちゃんと考えてよ。小学生抜いて恐ろしいデビス。あれ、ジバニャ喋れなくなっちゃった、全然。どうしたんやろ？やっぱ、チョコボーだにゃーみたいな感じで、上から見てんのかな？よっしゃー、とりあえずクエスト解決したか。とりあえず、あれをやろう。百鬼姫を、ハントしよう。見られた百鬼姫。これ一日何回でも戦うっていうのがすげえありがてえよな。本は見せたら別のじゃあ、手が気になったのじゃな。でもこれスナック妖怪っていうのもあるから、経験値も集まんのかな。ちょっと前の、また経験値忘れちまったけど。で、これ、あれ、百鬼姫を捕まえには、なんだっけ、金のコーンを1個でもゲットできれば、その時点で、ゲット確定なんで、またやつもひたすら戦って、もうコーンを手に入れていきましょう。で、多分まあ、早く倒したいから、まあ、セイバーくんのこの鬼の手で、もうひたすら叩くのが一番合ってると思う。火力だったら、セイバーくんにお任せあれやからね。行ったれ行ったれ。叩け叩け。違う。ちょっとちょっと。火力枠だよね。でも、この100均で多分 HP 全部削れなくても、昏睡状態になると思うから、あそこうまくなっていきましょうか。あとはもうグレートか。いや、もうこれもう、ひたすらもうリンチでいいんですよ。見た目、見えなくなっちゃって、相手が。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。昏睡状態な、あれ、昏睡状態なんないね。あ、昏睡状態なんない時もあるんだ。へぇ。これちょっと、かなり根気が必要かもしれないな。濃厚キャラメル。あ、まあ、この感じで出会えても手に入るから、ね、あ、そうだ、掛け落ちもすれば、この手形あったな。じゃあ、ちょっとひたすらやってきますか。じゃあ、ちょっと金のやつになったら、金のやつになる前にちょっと耐久します。さあ、昏睡チャンス。何色が出るんだい？あ、普通の赤か。赤はね、違うよね。難しいね。それたまに、でも昏睡の確率もなんか確定じゃないから、ちょっと難しいよな。赤か。赤5個で金と交換できるとかあればいいんだけどな。残念ながら赤か。オッケーオッケーオッケー。まあ、地道にやっていきましょう。さあ、昏睡チャンス。金よ。狙うは金よ。赤はもういっぱい持ってるけどね。お、指導すぐ下がった。下がっちゃったよー。ちょっと金の道のり長そうだね、だいぶ。さあ来い。昏睡昏睡金昏睡水金昏。オーマイガー。さあ、昏昏頼む頼む頼む来てくれ来てくれ魂が赤い魂か。ああ、さあ、食べ出しの時です。かき姫。今こそ。赤玉。赤5個で金とかなんないっすかね、ちょっと。ないっすか、そんな方法ないですか。なんかどうやらね、この百鬼姫のコーンを
これ今6個持ってるじゃないですか。これ6個持ってると、これあ、5個か。5個持ってて、これ1個にできるらしいんで、これね、5個持ってるんで、これしましょうか。これ金を1個にして。よかったな。これよかった。今までのその赤コインね、赤のやつが、無駄にならなくて本当によかった。さあさあさあ、行きましょうか。これなんね、やっぱ表情がない、なんだっけ。本来の100均目のなんか説明で表情がないみたいなやつ書いてたから、それをちゃんと意識してんだろうな。もうラチ募集中なのじゃん。すげえなんか、無表情の割には、かなり可愛らしいこと書いてますけどね。いいんですか。じゃあというわけで、レベル24のね、百鬼姫を仲間にするぜ。結婚じゃ。お主なかなかセンスが良さそうじゃな。遠慮せず、地公よでが良いぞ。もそっと地公よで、もそっと。百鬼姫。おちょっと渋めの声やな。低めの声って感じですね。いや、ちょっとこれ仲間入れてえけどね。やっぱ、あれかな、ストーカーかガキンチョ。おちょっと入れ替えよっかな。やっぱちょっとストーリーでいっぱい使ってきてから、来たからさ。あんまやっぱ今後はちょっとストーリーで、あんまり使ってこなかった他の妖怪を使っていきたいっていう部分あるから。でもせっかくゲットしたからね。ちょっと書き落としとかも使っていきたいよな、今後は。くどゆき。これ名前も後でちゃんと変えようかな。通常攻撃が闇属性になる。これ強いのかな？闇の、闇通信話。あ、そっか、闇属性ついてるもんね。おじそうさま。あ、そっか。HP 回復枠だ。これ超強いじゃん。で、ね、ちょっと知らない間にちょっと目玉ヤンキーで書いちゃったけど。そうだよね。今日、4さんの部分の補填にはなるから。そうだね。ちょっとまあ次回やるまでに、ちょっとストーカーが近所どっちかいなくなってるかもしれないんでね。まあちょっと最後に拝んどきましょうか。等身たっけな。ガキだね。